これから52キロ級の決勝戦。今年の講道館杯52キロ級の決勝は2008年の全日本ジュニア選手権決勝の再現となりました。今から3年前、この加賀谷が全日本ジュニアのタイトルを獲得。一方、当時大学1年生の橋本幸はこの加賀谷の前に屈し、ジュニア日本女王のタイトルを逃しました。あの日の悔しさを背中に放ち、あれから3年、舞台を講道館杯決勝の畳に移し、再び相まみえます。赤、一撃必殺の内股で頂点をつかみ取るでしょうか、加賀谷千穂。白、3年越しのリベンジを果たし、初のタイトルなるか、橋本幸。さあ、講道館杯52キロ級の決勝戦です。赤い帯、背中が加賀谷。帯を取って内股に行ったところを潰していきました加賀谷。おっと、腕を狙っていくぞ橋本。腕を出すなという大きな声は山梨学院大学の山部監督です。さあ、木村さん、はい、この戦いはどんなところが勝敗を分けるポイントになるでしょう。2人ともものすごい勢いですね、はい、加賀谷はやっぱり世界ジュニア確か優勝していると思うんですけども、その時から期待されながらなかなか怪我とかで上がってこなかったんですけども、久々この大舞台で決勝まで来てますから、そうですね、多分今はもう乗ってると思いますよ。得意の内股に入る体勢を見せていますが、お互い内股得意なんですよね。そうですね、はい、掛け合いになりました。やっぱり喧嘩四つなので、やっぱりどちらが早く釣り手を優位に持つか、はい、これでやっぱり技がかけるかどうか決まってきますからね。今は終始橋本が先に持ってかけてますね、はい、高校3年生の時に加賀谷は全日本ジュニアで優勝、翌年連覇を果たして、その年の世界ジュニアでも優勝チャンピオンになっています。巴投げ、有効のポイントリード。いいタイミングで今入りましたね。3年前そのジュニアの大会決勝で敗れたのが橋本幸です。1年後輩を相手にこの講道館杯3年越しのリベンジを、果たしてこのまま果たすことはできるでしょうか。いや、内股警戒の中の巴投げでした。そうですね、よく下がりながらかける人がいるんですけども、はい、今のは追い込んでおいて、そこから巴ですね、タイミングで入りましたよね。ちょうど体の横がつきまして、有効のポイントが一つ橋本に入っています。ただ加賀谷には一撃必殺の内股があります。覗かせます。釣り手の位置をもうちょっと上げないとですね、はい、なかなか。さあ、来る内股が来る。釣り手の位置ですね、加賀谷の、はい、釣り手低いですから、なかなか相手を釣り上げれないですね、はい、さあ、橋本が寝技の攻防の中で、ここはすぐに待てがかかります。この橋本は寝技も得意、ここまで4試合中3試合が抑え込みによる一本勝ちです。この講道館杯はおととしが3位、去年が2位、まあ、おととしで言いますと準々決勝加賀谷の内股に屈して一本負けを喫しています。ですから木村さん、いろんな思いでこう加賀谷を研究してきたでしょうし、はい、そうですね、はい、それとやっぱ橋本はですね、いつも大体上位にはいるんですけども、まだ優勝には縁がないですからね。去年も準優勝、はい、決勝山本アンズに敗れたんですね、はい、さあ、悲願の初タイトル、リベンジの先に見えていますが、さあ、内股の掛け合い、強引に投げていきます橋本。さあ、そして得意の寝技に引き込みます。どうでしょう、加賀谷の内股は、待て、なかなかやっぱり釣り手が取れませんからね、でここで橋本は絶対守っちゃダメですよね。そうですね、はい、ポイント取って桜に攻めていかないと、やっぱり一瞬の隙がありますからね、はいはい、試合開始から半分が経過、52キロ級の決勝戦は背中加賀谷、向こう側の橋本が巴投げによる技の有効のポイント一つリードしています。さあ、ここから後半戦です。両襟を持つ形が橋本、加賀谷はどうしても自分の左手、釣り手を上げることができません。 そうですね、はい、その中、一回して下ろして、橋本の方で脇を締めてですね、相手の頭を下げたいところですよね、はい、やっぱ加賀谷は釣り手上がってるんで、ちょうどいい位置になってきましたね。内股を逆に出していったのが橋本です。です、いい形になった時、先に出さないとですね、はい、先に橋本攻められて技かけれないという状況ありますからね。さあ、ここで、おっと、加賀谷のみに指導が入ります。
やはりちょっと技が中途半端だったでしょうか。はい、どうしても後手に回っている感がありますからね。はい、ここで早くしなきゃいけないですね。今のように続いて動かして引き手を取りに行くと、はいはい、あ、今休むなという声が山部信俊監督からかかりましたが、さあ小内から内股への連絡、とにかく、後ろの技も欲しいですね。前々で大内狩りかあるいは大外なのか、あるいは小外とかですね、はい、今チャンスなんですけど、ね、ここで動かなきゃダメなんですね。あの左の釣り手はいい位置を持っています、はい、山梨学院大学に入って、まあ、怪我もありましたが、あの内股を生かすための足技を徹底して教え込まれてきました、はい、それを出したい香谷、足元はちょうど脇のあたりを取って、あと支え釣り込み足、一瞬中に体が浮きました、体が宙に浮きました。今のような技を出してから内股っていう連絡がですね、いいですけどね。さあ少し手応えを感じたか、ここで橋本に指導です。さあ間もなく残り1分、橋本は逃げてはいけませんね。そうですね、はい、内股の掛け合い、背中のあたりに内股入ってきます。橋本もう一度しつこくいく、内股返した、1本、笑顔の東道館杯初制覇輝、技を合わせていきました輝地方。講道館杯3年ぶりのベスト4、あの一瞬だったですね今のは。中村美里に敗れて以来の決勝戦で輝地方、悲願の大きなタイトルを手にしました。残り1分を切っていました、はい、今山部監督と握手をして手応えを感じています。頭をポンポンと叩かれて込み上げてくる思いもあるようです。内股を透かす感じなんでしょうか。透かしてさらに内股入ったんですね、はい、まあ、指導を捉えたんで橋本君行かないかんと思って行ったんですけども、ちょっと強引だったですね、はい、それも切り返しましたね。やはり山部監督も怪我さえなければ頂点に立てるという逸材なんだという、もともと期待されてましたからね。 そうですね、その力を証明しました。やはり決勝も一撃必殺の内股で輝地方52キロ級の優勝です。女子52キロ級の表彰式です。優勝が香谷千穂、2位に橋本由紀、3位には JR 東日本スポーツの浅海静香と小松大谷高校3年生宮川拓実選手が入っています。さあ木村さん、はい、まず香谷、はい、この優勝をきっかけにしてほしいですね。そうですね、やっぱりもともと力のある選手ですから、はい、久々やっぱり頂点極めたわけですから、ここから次の国際大会等でですね、どう活躍するかが上位の2人に、まあ、西田と中村ですかね、はい、どう迫ってくるか楽しみですよね。まだ21歳ですから、はいはい、さあそれからまた優勝に届かなかった橋本にも一言。そうですね、本当にいい柔道だったんですけども、はい、やっぱりポイント取ってから
少し技が出なくなったですね、はい、それで指導を取られてやっぱちょっとペースが狂ってきましたね。自分に指導が来る前が勝負どころだったわけですかね。そこはやっぱりポイント取ってからも攻め続けるっていう姿勢がやっぱ大事だと思うんですね、はい、本当一瞬で決まっちゃいますからね。一つの指導で試合はどんどん流れ変わりますから、はい、自分のペースをしっかり崩しちゃいかんですね。そうですね、はい、そして48キロ級に続きこの52キログラム級でも小松大谷高校3年生宮川が表彰台に上がりました。日本女子の軽量級は若手もどんどん力をつけてきています。さあそれではこの後優勝インタビューです。それでは見事女子52キログラム級を制しました加賀谷千代選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ガッツポーズを3度も4度も力強くしてくれましたけどもいかがですか。最近はずっと負けていて本当に決勝の舞台も久しぶりだったので優勝できて本当に嬉しいです。今日1日振り返ってみて何が良かったんでしょうか。今日はもし勝負で負けてしまってもいいからとにかく気持ちでは負けないように頑張ろうと思って頑張りました。先ほどの話にもあったようにジュニアを制してから本当に久しぶりの日本の頂点です。今一番何が嬉しいでしょう。いや本当に、まあ、西田さんも中村さんも出ていない試合だったんですけどでもやっぱりこの試合で勝っていることに意味があると思うので本当に嬉しいです。山梨学院の同じ同級生たちも大いに盛り上がっておりました。みんなたくさん応援してくれてみたいですよ。本当に応援がすごい聞こえてきたので負けるわけにはいかないと思って頑張りました。さあこれでいよいよ今後の抱負ということになりますがいかがでしょう。今日一度勝っただけではやっぱりダメだと思うのでやっぱり勝ち続けることと西田さん中村さんに早く追いついて勝てるようになりたいです。挑戦権を得たということですね。はい頑張ります。見事52キログラム級を制しました加賀谷選手でした。おめでとうございます。